どうもこんにちは。今日は材料の紹介、コロンブスで販売しているアドカラーです。革の傷の補修にとても役立ちます。本当に優秀で完璧な材料です。こういう感じです。コットンの上に乗せた理由は、コットンは繊維質なので革とよく似ています。そしてこちらは革修復 .com レザリボンで販売しているカラーペーストです。全体的な色あせに使用します。繊維質の上に乗せるとこんな感じで、ほら、もう浸透して下についています。アドカラーは傷の補修なので、上に乗る感じ、浸透するよりも傷をしっかりと目立たなくするのが役割なので、取り抜けたりしません。横から見ると革とコットンの構造が似ているのがよくわかります。アドカラーも傷の補修にはとても優秀、さすがコロンブスさんです。そしてお値段もお手頃なんです。アドカラーを水で混ぜて全体に塗っているようなリペアの業者もあるようなんですけど、使い道が違うので、長年使用しているとやっぱりひび割れてくると思います。ケースバイケースでいろんな材料を駆使して修復していきたいと思います。アドカラーは確か400円とか600円ぐらいで購入できるので、水で薄めて自分のバッグを直すのとかはやってみると楽しいと思います。お客様の革製品を直そうと思うと、やっぱり材料にはそれなりにお金がかかります。では。